皆さんこんにちは、ゆうゆう亭広報担当ののどぐろです。今回はプレリスタンダードアフターインタビューと題しまして、ゆくひろけんさん、石村慎太郎さんの2名の選手にプレリスタンダードで使用したデッキの使用感や対戦を受けての診断発売後の環境予測等をお伺いしてみました。プロプレイヤーであるお二人が注目するカードやデッキ、そしてデッキ構築の鍵を握る要素とは何なのか、ご視聴いただければ幸いです。はい、リグカーズさんから、はい、ゆくひろけんさんにお越しいただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。所属過去の戦績等々、ちょっと輝かしい戦績が多すぎていやいや、そんなことないですよプロツアー1回月トップ8が、はい、まあ、記憶に新しいところですかね。そうですね。なんかもうノリに乗ってるようなイメージが私は。そうですね、まあ、前のシーズンはどんどん上り調子でしたね。はい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 。じゃあもう今季もその勢いでって。そうですね、まあ、今季もその勢いで、まあ、結構行きたいなと思ってたところで、はいはい、結構出花のプロツアーがくじいちゃったので、あ、まあ、今回はちょっと前回の反省を生かして、はいはい、まあ、かなり力を入れて調整に取り組んでますね。なるほど、はい、まあ、それが生きてと申しますか、プレスさんだと、はい、優勝ということで。そうですね、なんか副産物的にここに聞いちゃったみたいな、若干いいのかなって感じですけどいや本当に見事でした、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。今回使用されたデッキなんですけども、はい、まあ、簡単にどういったコンセプトというかご説明いただければ、はい、と思います。これちょっとカードの正式名称が分かんないんですけど、はい、なんかミドクロの23のヘビがありまして、はいはい、それがプラス1付きヘビですかね、はいはい、それがプラス1カウンターを 増幅させるシナジーがあるんですけど、はいはい、まあ、それに注目してそれ対象がいいプラス1カウンターを載せるカードをいっぱい入れてビートダウンするっていうコンセプトで組みましたね。なるほどなるほど、はいはいはい。どうですか、回してみて持ち込まれたデッキの感触。結構その今回初めて回すって感じじゃなくて、はい、まあまあ、ここに来るまでも結構練習して回した感じでは、まあ、そんなに事故らないし、なんかその結構回った時のプレッシャーが半端なくて、あ、まあ、相手も結構そのすぐどうにもなんないってなんか場面も結構多いので、はいはい、まあ、なんか新環境はこういうアクティブ普通にありそうだなって感じしましたね。なるほどなるほど。私も試合をお見かけしてて、はい、もうプラス1カウンターがわーってバラバラって、ね、かなり気持ちいいんですよね。あれ気持ちよさそうですね。まあ、爽快感もあるし、プレイして、はいはい、まあ、普通に強いデッキなんで、まあ、結構おすすめでできるかなと思います。はいはいはい。何かデッキ、まあ、ちょっと今日の対戦を受けてこう改善しようかなみたいのありますか。あ、まあ、ちょっと緑巨人が4枚入ってるんですけど、それはちょっと重かったので、まあ、1枚削って、はい、まあ、ちょっと軽いカードに変えようかなぐらいで、特にはそんなに不満ってなかったですね。なるほどなるほど、ははは。は診断の、まあ、歴紛争の環境で、はい、今回、まあ、デッキ調整される際にやっぱり、まあ、まだまだ発売前ということもあるけれども、うん、環境を包括的に見ながら選ばれたと思うんですけども、はい、何か構築で鍵になりそうな要素ってありますか。鍵になりそうな要素は、まあ、その新しい環境で一番使われるか、おそらく使われるカードが一番の黒の除去なんですけど、はいはい、まあ、あれがマナコスト2以下しか除去でなくて、紛争してると4以上、4以下を殺せるようになるんですけど、まあ、その除去をできるだけ食らわないとか、相手がその除去を持ってるとしたらどうプレイするかみたいな、その一番の除去を巡った駆け引きが、まあ、結構この環境の気になるんじゃないかなと思います。なるほど、黒一マナ、あ、致命的な人質、致命的な人質、はいはいはい、はい、あれ、私テキスト結構3度見ぐらいしましたね。そうですね、あれはなんか人の環境でも確実に使われるだろうって言われてるぐらい強い除去なんで、スタンダードって軽くて強い除去ってここ3、もう 4、5年なかったんじゃないかなっていうぐらいだったので、はいはい、まあ、かなり衝撃的だと思います。あ、ここ最近はやっぱりあれですよね、まあ、こう強いクリーチャーがガンと出てきて場を支配するっていうような。そうですね、軽くて強いクリーチャーが多い割には軽い除去が少なかったので、うん、あ、コントロールが勝つ土壌がなくて、はいはい、この前のプロツアーで安岡さんのコントロール使って優勝したのが結構みんな驚いてたって感じです、ね、うん、あ、なるほど、はい、ははは。じゃあ結構環境がガラッと変わりそうな。そうですね、禁止も3種類出ましたし、今回も相当変わると思います、うん、はははは。今致命的な一押し、かなり、まあ、キーカードとして挙げていただいたんですけども、はい、デッキで言うと、まあ、最初発売後の滑り出しのメタの中心になりそうなデッキって何かこう思うところはあったりしますか。あ、やっぱ僕が今日使ったミトクロ系のデッキは、はい、その致命的な一押しを使いながら、まあ、そのトラッカーでドローしながらドバンテージ取ったりとか、あ、まあ、そのミトクロ系はの除去としては相当強いというか最適のカードだと思うので、なるほど、ミドクロ系が使うのと、あとまああれですね、グリクシスとか
青黒赤のコンビネーションとかでコントロールしながら青巨人で蓋をするみたいなデッキも、まあ、この除去が強くなったんでコントロール側は結構それかなり勝てる土壌ができたのかなって気がします。まあ、今後そういったコントロールも増えてきそうだと。はい、そうですね。コントロールは優先すると思います、前の環境よりは。あははは、ありがとうございます。まあ、今日の対戦を受けて、はい、まあ、プロツアーに向けての調整というところに入られるのかなと思うんですけども、そうですね。はい、まあ、どういったメタゲームといいますか、サンスクミ等が生まれそうか。そうですね、多分おそらくですが、まあ、そのグリクシス系 の、まあ、この青巨人コントロールがコントロールとして結構その普通に強くて、まあそれに弱い霊吉デッキで、もう一個がミドクロか期待のサンスクミになるんじゃないかなと思う。ミドクロは結構多分グリクシスと戦った時にその構成にもよるんですけど、はい、ちゃんと粘り強い構成すれば多分ミドクロ側のも強いと思うんで。なるほどなるほど。まあ構成にもよるんですけど、まあ結構そういう意味ではグリクシスは本当結構万能になったので、あ、1マナジョケットは3マナのカウンター中で対戦相手からオプターとイブラクールが出なくなったっていうのが非常に大きいので、はいはい、あ、相対的な評価プラス新しく強化された部分も含めてもうコントロールを使うメリットが相当高いっていうのが、まあ、結構前提としてあるので、るほど、まあ、そのコントロールに勝てるデッキを作らなきゃダメですね。ははははは。コントロールが、まあ、先日の禁止改定を受けて環境的にもかなり、そうですね、やっぱりエムラクールは出されると結構厳しいのと、あ、あのコプターをその2ターン目出された時に除去を構えてエンドしたターンが無駄になるっていうのはやっぱ結構コントロール側としてはきつかったんですけど、はいはい、どちらもなくなったっていうのはかなりそのドロースペルを打つ余裕ができたりとか、なるほど、いろいろその噛み合う部分が大きくなったので、あはは、やっぱりグリクシスコントロールはもう注目、そうですね、かなり注目ですね。青黒でもいいかもしれないですけど、まあ、一番の時は絶対使うと思うんで、なるほど、黒と青の組み合わせで、あとはまあその人のチューンアップ次第で何でいろんな可能性があると思います。はいはい、ありがとうございます、はい、ではですね、最後になるんですけども、はい、プロツアー、まあ、次のプロツアーもご参加されるということで、はいはい、意気込みなんかをいただけますでしょうか。まあもうそのチームシリーズもこの後出るんで、はいはい、あるんで、まあ多分今ちょっと言えないんですけど、まあ、発表されたら、まあ、そのチームに迷惑かけないようにもう自分のむしろポイントを稼いでみんな引っ張っていくぐらいの勝って、まあ、目指すのはもちろん優勝なんですけど、はい、まあ、まずはトップ8入りたいなと思ってます。なるほど、はい、まあ、個人というところもこうやってチームっていうところも見ながら、はい、含めて、はいはい、結構ね、そういうチームみたいなので結構テンション上がってるんで、あ、そうなんですか、やっぱ足引っ張れないなと思って、はい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 、結構追い込まれないとやらないタイプなんで、あ、まあ、結構追い込んでくれるのはありがたいなと思って、それなるほど、やっぱチームシリーズだとやっぱ僕が勝たかったらみんながやっぱ迷惑するんで、あ、ちょっと頑張って勝ちたいなと思う。チーム戦でモチベーションもかなり変わりますか。変わりますね。なるほど。応援する側としてももうあれですよね、やっぱりチームジャパンチームを応援しようって、そうですね、ぜひね応援していただけたらなと思います。はい、私も応援しております。 ありがとうございます、はい、ぜひ次回のプロツアーお楽しみということで、はい、では、本日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。今後も新弾発売前のプレリリースに合わせ新弾環境を占う最速スタンダード大会プレリスタンダード力を入れて開催していきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。いよいよ1月20日発売となる霊気紛争発売後も一層盛り上げていきたいと思います。現在カードショップ悠々亭ではシングル予約販売を絶賛受付中ですのでぜひぜひ足を運んでいただければ幸いです。それではご視聴ありがとうございました。